会会によりますラッパ手旗発行の展示を行います。それでは早速ラッパ隊に入場してもらいます。ラッパ隊入場。誰向け？誰？蹴れ？倒れ？まずですね、ラッパの展示から行いたいと思います。まずラッパの説明から行いたいと思います。まず、我々が現在使用している信号ラッパですね、がラッパになります。トランペットのように音を変えるとこがありません。どうやって音を変えるかと言いますと、唇の形と息の腹量だけで音を調整します。で、5つの音で吹奏するんですけど、ドレミで言いますとドソドミソの5つの音だけで曲を吹奏します。まずその5つの音を吹いてみたいと思います。まず一番低いドです。次ソド、エレベーター上昇させます。ミソヒーストリーがちょっと軽音を効果的に吹く。一番後ろに今上がってます J 換気です。朝の8時になると軽音し、日没時に降下します。その時に吹くラッパ君が代があるんですけど、皆さんが普段聞いてる君が代とはちょっと違うんで、ちょっとよく聞いてみてください。ラッパ代お見かけした方は近くの病院まで時間。最後のお知らせをします。ジャンプのピンクのシャツを着た男の子と、バスガンと色のいい方を着た男の子と、お母さんが探しています。お見かけした方は、近くの病院までお知らせください。で次夕方ですね、1日終わって、準拳ラッパ用意。準拳のが準拳になります。これ聞いて1日が終わったなって感じです。なります。最後に、出入港ラッパを吹きたいと思います。船が岸壁を出港する際ですね、艦長の出港用意の令によりラッパを吹きます。そのラッパで船は港を出港していきます。今日は艦長になってもらって出港用意を誰か言いたい人、はい。です。今日はひろきくんに艦長になってもらってですね、出航用意礼してもらいたいと思います。ラッパ用意。出航用意。
皆さん一度は見たことあると思いますけど、左手に赤旗、左手に白旗ですね、左手に白旗、右手に赤旗を持って使用します。こんなものを今でも使ってるのと思いですけど、毎日バリバリ使ってます。信号のですね、やり取りだとか官庁のちょっとしたメッセージのやり取りですなどに使用してます。なぜ使用するかと言いますと、まず機械じゃないので壊れません、鍛えてますんで。あと電波を出しません。電波を出すと今すぐバレます、位置が。そういう秘匿性があります。で、14個の形を使ってカタカナを表して使用します。まず一つずつ、一元格、二元格、三元格、四元格、五元格、六元格、七元格、八元格、九元格、十元格、十一元格、十二元格、十三元格、十四元格。この十四個の形でカタカナをすべて表して、使います。まずイロハのイ、カタカナのイからといいます。三元格、斜めに一本引いて、二元格、縦一本、これでカタカナのイになりますよ、ね。次、ローマのロ、七元格、八元格、これ逆からなんですけど、口、ロ、ローマのロ。次、ハガキのハ、ハガキのハ、これ反対、逆ハの字ですけど、ハガキのハになります。今からカレーフェスタで打ちたいと思います。まずカレーのカですね、カ、八元格に三元格、カタカナのカで、レ、カレーのレ、これそのままですね、レ。次、引っ張る、引っ張るは棒線一本。次、フ、フになります。エレベーター加工させます。英語の絵、横、縦、横で英語の絵。これ大文字小文字区別ないんでそのまま打ちます。次、スズメの巣、巣はちょっと昔の巣っていう字書くんですけど、横棒に縦でちょんで、昔の巣っていう字になります。次、フェスタのタ、最後ですね、でちょん、これタで出ます。で、続きまして、皆さんの短い光と長い光ですね、タンと調布を使ってカタカナを表します。タン、タン、タン打ってもらっていいですか。タン、調、この2つでカタカナを表します。イロハのイになると、タンチョウ、タンチョウでイロハのイ。次、ローマのロ、単調、単調でローマのロ。次、ハガキのハ、超タンタンタン、ハガキのハになります。準備いいですか。発光信号いいですか。はい、エレベーター上昇させます。大丈夫ですか。受信できましたか。取れたようなので発光信号で返してもらいます。大丈夫ですか、藤田市長。自信ありますか。ココナ。
と今のはあの間違わないように若干ゆっくり打ちました。次はですね、普通普段打ってるスピードで準備ですか、打ちたいと思います。まばたき厳禁ですよ。ちょっと間違えました。もう一回いきます。エレベーター加工させます。大丈夫ですかね。普段我々はあの江田島にあります第一樹化学校というところで手旗、ラッパ、発酵とかですね、半年かけて訓練します。まだこの彼女たちはですね、学校出てないんで、まだですね、はい、こんな感じです。あやめ。はい、以上で手旗発行の展示終わります。ありがとうございます。